旭川名産のブランド米七つ星を使ったメニューを作る有名シェフの料理教室が行われ、小学生25人が参加しました。この料理教室は旭川市内の4つの JA で生産されたブランド米大雪山見て育ったの七つ星のパッケージを新しくしたことを受けて開催されました。講師は旭川市出身で次世代のナンバーワン料理人を選ぶシェフワングランプリ2021で優勝した下国信シェフが務め、小学4年生から6年生の25人が参加しました。中心部分を持ってあげるとこういうものって混ぜやすい。メニューは旭川産の牛肉や野菜を使い、米をピューレ状にして加えた七つ星香るビーフシチューのほか、米が入ったアイスクリームを使ったデザートで、指導を受けた子どもたちは下国シェフの料理を楽しんでいました。めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しい。お肉がトロトロだし、ジャガイモもホクホクだし、玉ねぎもトロトロになって全部美味しいです。